ベジータとブルマの息子トランクスは正義感に燃える少年に成長していた。人造人間は一体何のためにこんなひどいことを。そして唯一残った戦士として、ゴハンはたった一人で人造人間たちと戦い続けていた。トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ、ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった。ゴハンさん、僕は強くなりたい。強くなってあいつらをやっつけたい。お願いです、僕に修行をつけてください。そうか、わかった。トランクス、ありがとうございます。僕頑張ります。なんてな。がっかりさせて悪いが、俺たちはまだ半分の力しか出してないんだ。もう逃がしはしないよ。ごはんさん、嘘だ。
ペン。トランクスさん、剣を離して。石になってしまいます。剣な、なんと Z ソードが。あっあっあっあ、海王神どもと一緒に死ぬがいい。やったやった、これで魔人ブーが復活だ。復活はさせない。この命に変えても。ダブラー、海王神様。いけない、あなただけは死んではなりません。おお、キビトさん。あはは、お前もすぐに殺してやるからな、海王神。トランクスさん、あなたはこの世界の最後の希望。あなたがこの世界を救える唯一の希望です。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。お前ら、一体何が起こったの。こいつ、ようやく掴んだ平和をお前らなんかに奪われてたまるか。